皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターの講師の滝沢でございます。今回はグリスサンドというテクニックを皆さんと一緒に練習してみようかなと思います。グリスサンド、ちょっとこう耳慣れない言葉だから何やねんという話になってしまうかもしれないんですけれども、スライドと似ていて、音をずらして演奏するテクニックでございます。でも、スライドと似ているんだけれども、決定的な違いがちょっとあるんですよ。その話はちょっとおいおいさせていただくとして、一緒にグリスサンド練習してみましょう。早速、ギターを持っていただいて、そうですね。人差し指で5弦の7フレットを押さえてみましょうか。5弦の7フレット。それと余裕があれば、これだけでもいいんですけど、もし余裕があれば小指で4弦の9フレットも同時に押さえてみましょうか。そうするとこんな感じで E のパワーコードが出来上がります。5弦の7フレットと4弦の9フレット。この2箇所です。小指がやりづらければ薬指でも OK です。好きな方でやってみてください。で、この音をブンと鳴らした後に、グリスサンド、下がっていきます。ちょっとやってみると、こんな感じ。こんな感じで弾いて、ずらしながら途中で音を切るというような感じです。弾いて、ずらしながら途中で押さえるのをやめて音を切る。ずっと押さえっぱなしにして、音を鳴らすんじゃなくて、途中で切る。これがそのグリスサンドってやつでございます。もう一度やってみましょうか。人差し指と小指でブンと弾いたら、ゆっくりで大丈夫です。ゆっくりこう下ろしながら、途中で押さえるのをやめる。で、慣れてきたらちょっと素早く。こんな感じで、ちょっとかっこよくやってみましょう。さっきのスライド、スライドとそのグリスサンドの違いの話なんですけれども、さっき言いましたが、決定的な違いがこの辺にありまして、スライドはどこからどこまでというのがバッチリ決められているんですよ。3フレットから5フレットまでとか、3フレットから7フレットまでとか。けど、グリスサンドの場合は、どっちかが決まっていない、もしくは両方決まっていないとか、なんかそんな感じのニュアンス的な意味合いがすごく強いんです。3フレットからなんかどこかに行ってとか、もしくはどこかから3フレットに行ってとか、もしくはどこからかどこかにみたいな、そういうとなんかすごいアホみたいな話ですけれども、そういうのも全然実際にあります。いろんな曲を聴いていると、なんかギタリストがこういう音を出しているのを聞いたことないですか？なんかこんなのとか。こういうのはもうどこからどこまでというのはなかなか指定しにくいものなので、もう演奏者の判断でもう好きなようにグリサンドしてくれみたいな感じで楽譜に書いてあったりとかします。いろいろちょっと種類をご紹介させていただきますと、今7、9フレット、E のパワーコードを弾きました。パターン1としては、この2つの音を下にずらしてねというグリスサンドです。この場合だと、弾いたら音を下げて、音程を下げて、途中で切るというような意味合いになります。で、またこれ別パターンとしては、7、9から上がるパターン。楽譜でグリスサンド G って書いてあって、この線がふっと上に向いてたら、上に上昇してねと、音程を上げてねと、そんな意味合いになります。やってみるとこんな感じ。弾いたら、上に。こんな感じで上げつつ、音を消してあげます。これがパターン2って感じですね。で、他のやり方としては、こっち。こうかな。7、9に向かって下からグイッといってねっていうパターン。ちょっとやってみますと、こんな感じ。こんなんです。で、最後じゃないか。4つ目のパターン。上からこう来るパターンもあります。上から7、9に向けて、向かって。こんな感じになります。で、最後に。どっちも決まってないパターン。これは楽譜によっていろいろ書き方が違うんですけれども、大体こんな感じで書いてあります。なんかこう、バッテンとかで、ウィーンと。こういうときはもうどこからでもいいです。好きなとこから好きなとこまで、ウィーンと行きましょう。バッテンでなんかこうなるときもありますし、バッテンからこう上がったりとかするときもあったりする感じです。で、初心者の方とか、特にそうだと思うんですけれども、適当って言っても、どこからスタートすればいいのよと。適当って言っても、どこまで下げればいいのよと、なるじゃないですか。
けど、正直この辺は楽譜に書ききれない部分なので、もう演奏者の判断に任せるという感じなんですよね。CD をよく聴いて、このぐらい上がっているかなとか、このぐらい下がっているかなとか、なんかそんなニュアンスをつかんだりとか、もしくはもう自分のやりやすいようにやっちゃってもいいですし、僕はこれがかっこいいからこうやるんだみたいな感じでもいいですし、まあ、その辺は演奏者の自由な判断で楽しんでいただければよいかなという感じです。そんな感じでグリスサンドの説明でございました。スライドと違うのは、どっちかの着地地点が決まっていない、もしくは両方とも決まっていない。スライドの場合は、両方ともバッチリ決まっているというような違いがありました。まあ、このね、さりげなくやってますけれども、結構このずらしながら切るって難しいと思うんですが、まあ、よかったら頑張って習得をしてみてくださいませ。また、もしよければなんですけれども、以前、上手い人っぽく聞こえるコツみたいな、なんかそんな感じの動画をアップロードしていて、そこでそのグリスサンドを使って上手い人っぽく聞かせるにはさあどうしたらいいかみたいな、なんかそんな小ネタも披露しておりますので、よかったらチェックしてみてくださいませ。それでは、グリスサンドでございました。うまく使えるとギターがすごいかっこよくなってくれるので、頑張って習得をしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。